楽うまクッキング。今日は広島市中区神谷町にある広島四川飯店で、誰にでも愛される中華を探求し日々進化し続ける大康則さんの登場です。では大さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今週は一人150円以内のおすすめ節約料理ご紹介していますが、中華で安くてお腹いっぱい最高ですよね。いいですね。最高です。一人暮らしにはもう本当これぴったりのメニューだなと思います。はい、ということで今日は1人前130円、こちらの食材を使っていきます。はい、まあ、あのおなじみのジャガイモ、玉ねぎなんかもありますが、はい、なんといっても今日のポイントは春雨。はい、はい、春雨でお腹いっぱいにさせちゃおうってことですね。ね、はい、お腹いっぱいでしかもヘルシー。はい、はい、ということで早速作っていきたいと思いますが、今日は春雨を使ってこんな焼きそばに変身します。美味しそうですね。でね、今回はですね、春雨だけでなく、ちょっとこう麺かなっていう、こう錯覚を起こすような野菜の食感、そうですよね、はい、がありますので食べ応えも十分です。早速クッキングスタートです。はい、まず春雨ですけども、今日は緑豆春雨を使います。はい、じゃあボウルに入ってますので、はい、ここへ熱湯をたっぷりと入れてやります。はい、緑豆春雨 60g に熱湯です。はい、ここで戻していきます。はい、はいはい、でここでちょっと混ぜてやります。はい、はい、ここで基本の火になります。はい、ちょっと戻りを均一にするために、はい、まあ、時々かき混ぜながら5分程度置いてください。あ、なるほど、混ぜた方がいいんですね。そうですね、もうひっついてるとことかあるんで、はい、たまに混ぜながら戻してあげてください。はい、はい、じゃあこれお願いしますね。はい、調理している間に熱い頭では熱いと分かっていて もうどうしようもなかったです。大さんがやってるうちに、はい、はい、かき混ぜときます。食材切っていきます。はい、これたまに春雨って水で戻すとかって書いてあるものもありますよね。あ、水でも春雨、お湯でも戻せるんですけど、はい、お湯で戻すと春雨にコシが出るんですよ。あ、へえ。で、水で戻すと時間はかかるんですけど、まあ、柔らかくなって煮込み料理とかはこう味が染み込みやすい。なるほど。今日は焼きそば風にするんで、はい、食感を出すために今日はお湯で戻します。煮込み料理の時は味が染み込みやすくするために水で戻す。そうですね、はい、炒め料理の時はお湯で戻す、食感を生かします。はい、なるほど、はい、はい、じゃあ食材切っていきますね。はい、はい、今日はジャガイモを使います。はい、はい、ジャガイモです。はい、細切りにしていくんですけど、はい、まず薄切りにしますね。はい、はい、まあ、ちょっと薄切りにしていきます。で、皆さんこうです。大さんはこう切ります。中華はこうですね、中華包丁で横にこう切っていきます。そういきますか。はい、で中華包丁だからこれができるんですね。そうですよね、この部分が厚いのでできますよね。はい、まだいきますか。それで、はい、均一の薄さにまだいきますか。はい、してやります。はい、こうすれば、あと縦に切れば細切りができますよね。はい、素晴らしい。まず細切りにしてあります。わあ、気持ちいいですね。いいんですよ、家でやるときはこんなしなくて普通に。そうですよね、縦に薄く切って細切りにすれば大丈夫です。はい、このような感じで細切りにしてあります。はい、この細切りっていうのが今回春雨と一緒に混ざってボリュームが出ると。ボリューム出るし食感もいいですよね。はい、で玉ねぎも切っていきます。はい、はい、玉ねぎをもう細切りにするんですけど、このまんまこう切っていくと、はい、真ん中の部分こう長いのができちゃいますよね。はい、なので先にここにちょっと切れ目を入れてやります。下までは入れない、途中まで切れ目を入れます。途中まで、はい、でこう切っていきますね。そしたら長いのはできないですね、これぐらいに半分になっていくので。これえ、わかりますか、わかりますか。で、中心の部分は目が入ってないのでこのまま残りますし、外の部分は半分になってるのでこうなりますね。そうですね、これ中心の部分はだってもう元々短いわけですもんね。そうです、そうです、はい、外だけ。すごくないですかこれ。え、これやったことありますからね、前にも絶対に。いや、ないと思います。初めて見ました。初めてですか。はい、すごいですよね。まあ、いいですよね、こうやって切れば。外側だけ半分切れ目を入れることで全部同じ長さ。はい、すごいです。はい、で続いて万能ネギです。はい、今日は3本使っていきます。下を落として、まあ、5センチぐらいの長さに切ってあげましょう。
だから全部じゃがいもも玉ねぎも万能ネギも同じような長さに。全部同じように見えますよね、はい、長さが、はい、でちょっと下の方は硬いので半分に切ってあります。はい、はい、このように切ります。野菜を切るだけで勉強になりました。はい、はい、食材全部同じように切り揃えてありますね。はい、はい、じゃあ先生さん、今日味なんですけども、はい、塩味だけなんですよ今日は。そうなんです、はい、とってもシンプルです。塩小さじ1がありまして、この中に鶏ガラスープ、はい、大さじ3でよく混ぜて溶いてください。はい、今回焼きそばの味付けはこれだけ。はい、はい、でこちら楽技になります。で塩をこうスープに溶かしてから使うことで、はい、味が全体に馴染みやすい。塩を振るよりもやっぱ溶いた塩を入れた方が全体に回りやすいじゃないですか。確かに。ここで塩を溶いたスープを作っておきます。なるほど、はい、はい、じゃあ中華鍋いきますね。はい、はい、中華鍋をよく熱してください、はい、ここにサラダ油をまずなじませます。はい、はい、なじませたらじゃがいもと玉ねぎを炒めていきます。はい、はい、まあ、玉ねぎがちょっとしんなりしてきたかなぐらい炒めてやります。はい、今回は塩味の焼きそばっていうことですよね。はい、これ今日じゃがいもと玉ねぎですが、まあ、ご家庭に余ってるような、まあ、人参とかちょっとこう短くなった野菜の残りとか何でもいいですよ。同じようにここで炒めてあげてください。いいですね、はい、でここで今回一つうまざになります。はい、はいはい、じゃがいもはこう食感を残したいので炒めすぎないでください。ここでは まだ硬いなぐらいで、玉ねぎはちょっとしんなりしてきたかなっていう、はい、はい、これぐらいで一度取り出してやります。あ、もうほんとすぐですね。はい、はい、はい、そしたら続けてこの鍋にサラダ油大さじ1を入れて、はい、豚のひき肉を炒めてやります。はい、はい、今日は豚のひき肉 100g、はい、焼きそばなのにひき肉を使うんですね。そうですね、これ今日はひき肉使いますけど、はい、まあ、ハムであったりベーコンであったり何でもいいんですけど、やっぱじゃがいもと玉ねぎだけじゃ味が旨味が出づらいので、はい、ちょっと旨味を出してやるために今日はひき肉を入れてやります。なるほど、じゃここでしっかりと肉の旨味を引き出してあげて炒めてあげる、はい、なんでだって塩と本当にお肉の甘みとか旨みで味が決まるわけですもんね今回は。そうですよね、本当にもうお肉と塩ですよね。はい、で炒まってきたらここにじゃがいもと玉ねぎを戻し入れます。はい、はい、でさっと炒めたらここに合わせてもらった塩を溶いた鶏ガラスープですね、はい、これを入れてください。はい、いきます。はい、はい、はい、でさらに春雨です。はい、はい、春雨を、はい、お湯を切ります。熱っ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 大スター、手の皮が熱くてよかったです。ああ、よかったです。はい、お湯を切ります、はい、しっかり切ってここに入れてやります。はい、はい、はい、そしたらここからあとはずっと強火でスープの水分がなくなるまで炒めてやります。はい、ここでこう塩を振ったりするよりももうスープに塩が溶けてるから全体に均一に馴染むじゃないですか。なるほど、はい、そう、ついついここで塩コショウしたくなりますけどね。我慢ですね、ここも、ね、はい、で春雨が水分吸いますのでこう下に水分がなくなるぐらいまで炒めてやります。はい、いい香りしてます。玉ねぎの甘い香りもありますね。はい、はい、はい、でだいぶ水分がなくなってきたらここに万能ネギを加えてやります。はい、最後に万能ネギ、はい、で全体に絡んでもうスープなくなりましたね、完全に飛んで、はい、はい、水気がなくなりました、はい、ここまで炒めたらこれで盛り付けます。美味しそう。ただ焼きそばですけどご飯のおかずにも、はい、いけますよね。乗せてもいいですね。はい、出来上がりです。はい、さあボリュームもたっぷりです。
人分130円、春雨の焼きそば15分で完成です。では材料を見ていきましょう。緑豆春雨はお湯につけて均一に火が入るように時々混ぜながら戻してください。味付けに使う塩が全体に馴染むようスープに溶かしてから使いましょう。そしてジャガイモは食感を残したいので炒めすぎないように注意してください。ひき肉をパラパラに炒めたら全ての具材を混ぜ合わせて水分がなくなるまで炒め合わせます。野菜の食感も生かして食べ応えも十分です。ぜひ作ってみてください。大さんが料理に集中してるのに横で熱っ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 邪魔しないで。すいません、ちょっと目離したら火傷しそうになるってどういうことなんですか。いただきます。ただ美味しく仕上がっております。パッと見野菜の大きさが綺麗に揃ってるのが分かりますね。でもそこですよね大さん、やっぱりそうですね、はい、春雨と絡みやすくなりますよね。そうですね。わあ美味しい。で味しっかりついてますか。うん、ほんと春雨が吸ってますね。うん、春雨の食感がちょうどいいです。コシがありますよね春雨に、うん、ですね。それがお湯で戻したからと。そうですね、野菜も全部麺と同じ感覚ですすれます。大さん、うん、細切りにやっぱりした甲斐がありましたね。揃えてよかったですね。ですね。また冷めてもですね、うん、味が馴染むということで、うんうん、はい、お弁当とかに入れてもいいですね。いいですね。いいですよね、はい、一人で本当にモリモリいただけますよね。はい、はい。さあ、そして明日も節約料理なんですが、明日は精進料理のなんと吉村さんが担当してくださいます。よろしくお願いします。精進さんね、はい、改めて出てくるのがすごい恥ずかしいですよ。この絵なかなかないですよ。150円以内で精進料理何を教えてくださいますか。はい、しめじあんの揚げ出し豆腐というものですね、ご披露したいと思います。揚げ出しはやっぱり精進料理の定番で人気メニューですよね。定番ですね。もうただ豆腐揚げるだけなんですけど、あんなに美味しいものってないですね。それがなんと1人120円に挑戦ということなので、ぜひ材料確認して明日も試してみてください。大さん、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。